最近あのエニアグラムの動画でも、はいはいはい、ちょこちょことまたコメントが来だしてですね、はい、やっぱりエニアグラムに帰るのかなとかって思いながら、はい、こんなコメントをいただいたんです。ですね、トライタイプっていうのは、はい、まあ、エニアグラムってセンターという考え方があって、はいはい、ヘッドセンター、はい、ハート、はい、まあ、腹というかガッツ、はいはい、この3つあるよと、はい、で本当はエニアグラムっていうのはタイプは1つなんです。はい、本当のエニアなんて本当のエニアグラムっていうのは、はい、なんかタイプは自分のタイプは1つで、あ、はいはいはい、っていう意味です、ね、あ、はいはい、自分のタイプは1つで、うん、それは宝物であると、はい、なんていうお話なんですけど、はい、このトライタイプっていうのは若干このなんていうんだろう、亜種というか、はい、このセンター3つごとに、はい、なんかその自分のタイプっていうのがあってというか、はい、なんか選んでいいというか、はい、僕の理解では、はい、選んでよくて、でその初めに来たやつ、まあ例えば僕だったら、はい、よくわかんないんですけど、はい、3、6、8みたいな、はい、メインのタイプがまあ一番初めに来るみたいな理解でいるんですけど、はい、で僕はこの動画では、はい、そんなもんあるかいみたいな、はい、悪態をついてるんですね、はいはい、あの特にエニアグラムってまあ9タイプあって、はい、悩むじゃないですか。何タイプなんだろうって悩む人は悩みますですよね、はい、でその9タイプでも悩むのに、はい、この一つ一つ一つ、いや、三つのところから一個ずつ選んでいいよっていうのは、はい、バリエーションがめちゃ増えるんですよ。はい、で、ただでさえ悩むのに、はい、悩ましてどうすんじゃいみたいなのをこの動画では言ってるんですけど、はい、悩む人もいればスッキリする人もいるんじゃないですか。体調はいつも柔軟なんです。はい、で、僕も、まあ、で、はい、ちょっと年月を経て、うん、はい、確かにと、うん、柔軟性は必要だよね。はい、っていう考えも、はい、にも至ったりしてます、はい、かといってまあトライタイプ何って言われて、はい、なんだろうねとは思いますよね、はい、でこの動画で、まあ、コメントいただき、はい、ただ毎日エニアグラムの動画を見てます、はい、トライタイプ面白いとっていうお話の中でエニアグラムはメインタイプの統合とか、はい、まあ、分裂の動き、はい、健全度ですかね、うん、統合の方向と分裂と分裂の方向があって、はい、っていうお話の中で、まあ、あとウィングがあったりと、はい、で、まあ、そのやつその中だけだと、なんかまあ行動は3っぽいけど7っぽい人がいるとか、はい、っていうのだとなんかその一つのタイプだけだとなんか説明がつかない、はい、と思うのでこのトライタイプは割合しっくりきた、はい、みたいなことをおっしゃってて、はい、でも僕はなんか、ヘッドセンター、はい、ハートセンター、うん、ガッツセンター、はい、の一個ずつ取っていいよっていうのが、はい、どうももやるんですね。もやもやするんですよ、はい、あの僕は234なんですとか、はい、なんでダメなのって思うんですよ。センターごとに取りましょうって話ですよね。そのセンターって、はい、何ていうの？センターのないって話ですか？こんなの、はい、あるのって思うんですよ。はい、エニアグラム批判違う違う、何ていうの、はい、どれか1個なんですならどれか1個でも一緒じゃないですか。で、ああそうなるとね、はい、どれか1個選んでいいんだったら3つあってもおかしくない。確かに論理的にやると、はい、そうですね。それを信じるなら、はい、こっちのトライタイプも、はい、それに乗ってこいよって話ですよね。あり得るって話ですよね、論理的に考えれば、はいはい、なるほど。大きく3つに分かれますよって話じゃないですか、はいはい、でエニアグラムってそもそもこう全部持ってますよって話じゃないですか。 その1個を信じといて、はい、こっちは信じませんは、はい、そのガッツとかセンターは信じませんはなしって話ですね、はい、そこを信じるなら、まあ、それぞれ取ってみましょう。最近ね論理の勉強してるので、はい、あの1個、はい、前提を決めたなら、はい、それは守らないといけないらしいですね、はい、
この前提を信じといてここだけは信じないとかは、はい、ダメだって書いてあった。なんか料理みたいなもんじゃないですか。和洋和洋中一個ずつ選んでみたいな。ああなるほど、はい、で和も洋も中も全部料理だみたいなこと言っちゃえば全部一緒になっちゃうけどみたいな話です。申し訳ございません、はい、じゃあここは俺が悪かった別に悪いとか悪かったです、はい、でまあそのエニアグラムには、はい、このまあセンターで3つ分かれますよと、はい、っていうのの他にいろいろこの分類があって、はい、例えば方内、はい、方内というのがあります、はい、この方内というのはカレン方内さんから、はい、アメリカの心理学者ですね。心理学者みたいな感じですね、はい、から取ったものなんですけど、この方内というのは社会的スタイルだよと、はい、追従型と呼ばれる、はい、1、2、6ですね、はい、融和、融和タイプとも言われる、はいはい、空気に合わせる場の雰囲気に合わせる人たちと思います、はい、追従というのは、はい、人に追従しているわけではない、はい、場です、はいはい、空気です、はい、で自己主張型の387、はいはい、これはもう俺だ、はい、俺に言わせろの人たち、はい、主張したい人、ま、コントロールしたい人じゃないですか。自分で支配したい人、はいはい、で有利型、はい、459、はい、まあちょっと離れて見てる、はい、その場の空気から離れる人じゃないですか、はいはい、っていうわけがあって、はい、あとはこのハーモニクスというのがあり、うん、このハーモニクスというのは楽観的に考える279、はい、合理的に考えたい135、はい、ちょっと感情優先というか反応してしまう、はい、468、はい、これはもう直感型っていうのはダメですかね。直感型N って話ですか。このピャッて湧いたものを、はい、信じるわけじゃないですか、はい、もう、はい、湧いたものを信じる、はい、湧いたものを信じる、はいはいはい、なんかねここで感情的にって言われると、はい、よくなんかいろんなサイト見て、はい、その説明読むと感情的に反応してしまうって書いてあって、はい、違うと直感的にだと感情って言うなと、はい、これが感情的ですかねそういうところじゃないですか。なんかそのイメージというか、はい、まあだから直感に近いかもしれないですよね。湧くんですよね。湧く、はい、なんかこう自分の中の価値観みたいなのにこうなんか反応してわっと出てくるみたいな。もう言わんと言わずにはいられないんですよ、はい、好きと言わずにいられないんですよ。だからまあ直感に近いかもしれないですねっていうのがあって、はい、あとはサブタイプでしたっけ、はい、ソーシャル、はいはい、自己保存セクシャル、はい、っていう、まあ、いろんなわけがあって、はい、だから旧タイプじゃないですよねこれも旧タイプじゃなくなりますね、はい、っていうのがあって90何タイプとかあります。これって、はい、今カーシー博士の16タイプやってるんですけど、はいはい、これも基本は4タイプだよと、はい、SJMT、はい、これ組み合わせられないですかね。エニアグラムとエニアグラムとまあ切り方が違う感じはするんですよね。切り方が違うとはなんか若干この切り方がごちゃ混ぜになってる部分があったりするじゃないかな。例えば合理3、5、1、1、3、5ですね、はい、で合理ってなんかシンキングな感じがするじゃないですか。 T な感じはします。はい、はい、でまあその辺はそう一致する部分もあるけど、はい、別になんかそこじゃない部分、そこじゃないというか135以外でもそんな感じはあるじゃないですか。あ、8でも T がいそうだし、 T がいそうだし7でもいそうだし9とか他のタイプでも、はいはい、まあなんか4とかは少なそうな気がしますけど。何なんだと反応タイプをバカにしたな今バカにしてないですよ。2とか4とかは少なそうな気がします。にもちょっと若干ディスられてますよ。ディスってないですよ。あいつら考えてないって愛の人ですからね。愛のことは考えてるわけじゃないですか。なるほど、はい、なるほどみたいな、なんか切り方がなんかじゃ違うのかなみたいな。
で、あ、ゴールとかってなんか目標達成的な感じで、訴訟とかで感情の合理タイプとかや、感情的な合理タイプって言ったじゃないですか。 J と P の話ですよ。あー、なるほど、はい、で MBTI だと、まあ、T 回復かで合理があれだ変わるけど、はい、訴訟だと J か P なんですよね。そうでしたっけ。合理的かどうか。だから P の人は合理的じゃない。あー、優先するものが違う、はい、みたいな説明があったりとかして、切り方が、まあ、それぞれ、ね、切り方が違うから混ざらない部分もまああるんじゃないかなって。あの、なんかその、はい、MBTI じゃなくてごめんなさい、はい、16タイプのやつだと、はい、まあ、普通にこの INTP とかっていうやつ、はい、普通のノーマルタイプがあるんですけど、はい、ハイフン T とかハイフン A とかってあるじゃないですか、はいはいはい、あれみたいに、はい、エニアグラムタイプいくつハイフンあの NT とかそうすると、まあ結局なんか僕だったら ISTP タイプ Q みたいな感じに付け加えるだけですよね。あ、そっか、別に混ざらないですね、はい、新しいものは生まれない。あ、まあ、なんか混ぜるとしたら ISTP のタイプ Q はどういう感じだとか、 ISTP のタイプ8になるとどういう感じかとか、トライプタイプ的な感じになるんじゃないですか。あ、同じタイプの位置の人でこれだけ違ってくるよみたいなのが考えられれば混ぜられるかもしれないですけど、すごいタイプ無数に増えますよ。 16×9 じゃないですか、僕の苦手とするところですよねはい、ハイタさん、ごきげんよう。僕は反応は沸騰してるイメージです。違うんです、これは若干、はい、あの昭和猪木世代の、はい、闘魂スタイルと思ってくださいケイゴリンさん、ごきげんよう。あ、え、エニアグラム4なんですか。あれ EN なんとかって言ってませんでした。 F? ENFP? はい、とか、あれ有利ってことですよね。有利だとおとなしい、 お前ら内向じゃないんかって有利イコール、まあなんか4が明るくなると2っぽい感じがしますもんね。2とか6とか4って健全な方向が1でしたっけ。1です、現実的になる。なるほど、夢見がちなところから現実的なもうどうしてもこれはちょっと笑っちゃいますね、ごめんなさい、はい、で明るい4って2の方に行っちゃダメじゃないですか、はい、2の方に行っちゃダメですよ。まあでもイメージ的に4が明るく社交的になったら、それなんかすごい媚びへつだってるわけですよね私のとこに来てって、はいはい、ごめんなさい、はい、どうもエニアグラムですかね、やっぱり面白いのはなんかどんだけでもいじれる感じはしますよねめちゃくちゃに、あの知名度が少ないんですよね、やっぱりね、はいはい、ケゴリンさん ENTP の T だと、あ、 ENTP にしてはメンタル弱いのはエニア、あ、え、 ENTP の人でタイプ4ってあり得るんですか。なんかイメージは全然違いますよね。 ENTP はタイプ8ですよ。はい、7か。タイプ4のイメージはちょっとおとなしくて、そうですね、おとなしくて中二病な感じ、 INFP とかはい、そんな感じです、はい、なんか言うとすぐ傷ついちゃってシュンとなっちゃうみたいな、ごめんなさい、そんなイメージなんですけどね。で突然爆発するみたいな爆発力はナンバーワンですよ、はい、偏見がだいぶ入ってます、入ってます。車、はい、に構えた4だと、はい、だと INTP ならまだ分からない。そうそうそうなんですよ、はい、外交なんですね。自分は7がしっくりくるんで729になるんですかねと。ああ、なるほど、はい、そういうことですね、ごめんなさい。珍しいタイプで矛盾があると、はい、あ、タコタコさん12なの、あ、1っぽい中二病気質的なところありますと。あ、なるほど。なんかエニアグラムってなんか、はい、バチって性格が分かるじゃないですか、なんとなく、はい、まあ、我々が教えてもらった、はい、キッさんで言うと、はい、例えばスマイリーとか、はい、ビッグボスとか、はい、まあ、キャラクターを作ってますけど、ね、あとはなんか、あ、はい、5って何でしたっけ、
進化考える、進化考える人、はい、分かりやすいじゃないですか、はい、なんかあの16タイプのみたいになんかその、はい、主人公とか、はい、領事館って言われても、はい、ピンとこないですよね。それはまあ外国発想だからじゃないですか。よくここにも来るじゃないですか、はい、そのタイプは領事館ですみたいな、はいはい、うるさいんじゃポケって思ったりするんですけどね、はい、であのシンカーとかスマイリーとかって岸さんが考えたの、ね、あ、マルアールですね、はい、あ、ま、マルアールかどうかはそこの言葉自体は、ま、取ってないと思います、はい、ただあの外国で考えたものじゃなくて分かりやすいものを自分で考えたみたいな感じなので、なんかそういうのやっていかんと我々も自利品でしょうね、はい、と思いながら、はい、そうするとまあこっちで考えるんじゃないですか名前を、どこかでね、まあ、この今、はい、このシリーズが終わったら、はい、なんかそっちの方に行かないとなんかもう自利品ですよ、ゆっこさん一人勝ちですよ